復興マラソンの思いを来年へ。続いては名取市閖上エリアです。黒羽さん、名取市にはどうですか？結構いらっしゃってました。いや、めっちゃ来てましたよ。それこそあのエアリとか、うん、できた時に中学生だったんで、もう自転車で必死こいて30分40分ぐらいでバッティングセンターなども結構来られていた。あ、そうそうそう、野球部の仲間とかと自転車で、その太陽バッティングセンターっていう、今ちょっとあるか分かん、今あるんですかね、ありますか、によく行ってましたね。めっちゃ地元じゃん。地元でしたね。復興が日々進むこのエリアに5日前また新しいお店がオープンしました。はい、やってきました。いかがですか？綺麗だね。おしゃれ。何ここ？外国みたい。ね、本当まさにそうなんです。あの地中海をイメージしたような形で、本当おしゃれな店内になっておりまして。いいですね。こんな感じだったわ。行ったことないですよね。ないですよ。ないですよ。はい、店長。はい、ありがとう。オーナーの相澤と申します。よろしくお願いします。いいです。え、ここはどういった感じのものを出すお店なんですか？ですね、まあ、地元の。お待ちください。クイズでございます。出た。またやるの。はい、そうなんです。こちらのお店、閖、まあ、上で新しくオープンしたお店ですけれども、閖上のある特産品を使っているお店なんですね。で、それは震災後に有名になった特産品なんですけれども。震災後？はい、何を売りにしているかお答えください。最近ってことですよね、はい、アボカド南国？南国ではないんですよね。萩の月？何十年も前からそうなんだ。ヒントください、ヒントください。真似しますね。真似？はい、素材の真似。その素材の真似こんな感じです。片岡鶴太郎さんこういう鶴太郎さん違います。最初の一文字いきますか。し、ししゃも白子しらす。正解です。シラス、茹でると白くなるってね。はい、そうなんです。これでしたね、シラスだ。閖上湖を含む泉南地区で2017年から創業がスタートし、新しい名物となったシラス。日本で最も北で水揚げされることから、北限のシラスと呼ばれています。地元の企業丸田水産が北限のシラスをより多くの人に食べてもらいたいとカフェをオープンしたんです。シラスってすごく鮮度が大事っていうことなので、はい、港からすぐ茹で上げできるように。丸田水産も港にすぐ近くにあるんですね。はい、目の前にあります。はい、漁獲されたものをすぐ鮮度のいいうちに加工しても食べたいね。シラス大好き。これはでも正解した僕だけですよね。8点は差し上げます。ちょっとこの8点意義あり結構私もいい、なんかヒント出した気がする。分かった分かった、じゃあいいよ。いいっすか？1点あげるよ。1点か俺7でいい。看板メニューのシラスプレート、新鮮なうちに釜茹でした北限のシラスをバターライスに盛り付けたカフェご飯です。薬味もシラスなんですね。あのシラス、うちで作った天日干しのシラスと、あと山椒ちりめんですね、色がついたものが、はい、で最後にあのうちでちょっとプロデュースしたあのシラス丼専用のタレがあるんですけども、はい、こちらを、お好みでかけていただいて召し上がっていただきたいと。あのおしゃれなお店ですので、ぜひおしゃれな食リポをおしゃれにしていただきたいなって思うんですね。お願いします。オーケー。はい。なんですぐ受け入れたんですか。すごいですね。とかないですか。いつも通りで。あ、いつも通りで。いただきます。あ、ご飯も黄色い。うまい。あ、本当は玄米？なんか。行くの。いや、おしゃれだ。シラスがさ、口の中ですごい踊ってるみたいな。シラスが本当にね、新鮮でプリプリ。白鳥はどう思う？食べ方からですよ、おしゃれっていうのは。あら、ちょっと勉強させていただきます。あ。ボーノ
このアクリルがあってよかったよ。なんかこういきたいもん、おでこ。助かった。アクリルありがとう。いやでも本当美味しいですね。ありがとうございます。北限のシラスっていうことで、ちょっとシラスにもちょっと特徴がある。そうですね。一応日本最北限で、取れるシラス。うまいか。今喋ってたでしょ店長。あ、そうだ。シラスの説明をしてくれてる時に、はい、うまいがよくいけましたね。日本最北限で水揚げされるシラスということでですね。やっぱ寒い海域で取れるシラスなので、非常に脂があってですね、シラス一匹一匹にしっかりと味が乗っている。うまいか。出ちゃった出ちゃった。やらせてください。なんならこっちの2人言った方がいいのかな。どのタイミングだろうって。いや私どっち行くみたいな。うまいからダメ。タレもめっちゃうまいこれ。あ、そうだ、これつけてみよう。シラス丼の、はい、めっちゃうまいですこれ。どんな味なんですか。あの味うまいガスね。違う絶対今違うぞこ普通でいいの普通で。いやニヤニヤしながらこっち見てるんですもん。だってあれ振ってたな。卵にすごい合います。あ、そうですね。本当にそれと卵かけご飯でもすごく美味しい。あれ、ね、アレンジできそうですね。あ、そうですね。ここで偶然の出会いが。店長の庄司さん、高校生だった頃の黒羽さんを知っているそうです。黒羽さん、見覚えありますか。マスクしてるから分かんない。どういうご関係があるんですかね。はい、マスクしていいですか。はい、大丈夫それ。ちょっと待って、発言したら大変なことある。一瞬マネージャーさんピリピリしてない。大丈夫。多分大丈夫な話だと思うんですけど。いや怖い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 。大丈夫。友達がですね、昔は高校生時代、皆さんマリオ先輩って呼んでたんですけど、マリオ先輩と同じ部活だったっていう。あーあびっくりした。ね、びっくりした。びっくりしたってことは何かを。そう、高校時代何部だった。あ、やっぱ軽音楽部。軽音楽部、はい、一生懸命バンプオブチキンを歌ってたの。ああ、モテようと思ってましたね。完全に完全に。どんな感じだったの。バンプやってそう。やっぱり人気者だったんですか。あるショッピングモールに。あ、モールね。はい。いるとみんななんかこうざわついてます。え、なんかバイトしてたっつって。そうなんです。なんかみんなこうその当時にやってた SNS でマリオ先輩今日いるみたいなの。もうめちゃくちゃマリオ先輩ちょっとめちゃくちゃ人気ありますね。これ買って帰る。お待たせ。うん。